ます。ただいま、6月30日、11時ですね、ほぼ。はい。アップデートありました。1時間前に。寝坊しました。はい、おはようございます。なんか1時間寝坊しました。ありがとうございます。ということで、うるさくね、この BGM。何マジで。マジでうるさいな、これ。寝起きに聞けるもんじゃねえな、これ。コラボ入るために、だいたいこういうなんか、わけわからん BGM になるけど、うるせえな、これな。ちょっと音でけえんだよな。ということで、どうも、平坂演者の中です。はい。ということで、今回ですけども、テンション低いな。テンション低いな。無理やりぶち上げようぜ。無理やりぶち上げてこうぜ。ちょ、ガチで今、寝起き、マジな1分後です、今。はい。よし、やっていきたいと思います。ということで、東京ウルクラブ来ましたね。はい、こういうことをかける、東京ウル。コラボオリジナルスキン、限定車両スキン、ということで、カネキ、で、セイカネキのスカー、まあ、車のスキンと10スキンが来ましたと。で、特典、ログインするとコラボ期限、パラシュート A 級、カネキ券やモート A 級を受け取ることができます。これ多分タダだね。これ無料でもらえるやつだね。ありがとうございます。無課金さんも万歳。ありがとうございます。東京グルアリーナ、自分との勝負。100ステージにも及ぶグルを撃破すよ。100ステージ結構気合入ってんじゃないこれワンチャン。ワンチャンこれ気合入ってるね。でも今回ね、ちょっとガチャ動画なんでね、ちょっとガチャの方見てきてね。まあ、でも一応ガチャする前に、ちょっとどんなアップできたのかちょっと見ていきたいですね。カネキ券ボイスパッケージ。SC ボイスかな ?SC ボイスの特別なやつが来てるのかな多分ね。そんな気がするわ。こんなもんかなこんなもんですね。はい、なんかこんなもんですね。多分来たのはこんなもんだと思います。ということで。よし、うわ、かっこいいかっこいい、ここ。この画面結構かっこいい。待って、めっちゃこだわってんじゃん。いいね。はい。まあ、今回も限定おくっぱ、甘い限定オートプペ。こんなはずでは。今回も限定オートプペ。よし。なんかよくわかんないけど、タイムスリップ引き直しカードってのがあるらしい。タイムスリップ無料でガチャを引き直し、引き直しカードパックはフレンドと共有します。引き直しカードを受け取って、任意の付近、物資ガチャを無料で引き直すことができます。大体こういうコードのこういう説明って何言ってるかわかんないんだよね。で、このハテナ見たら大体わかるから、このハテナ見ていきましょう。物資ガチャの引き直しカード。1回引き直しカード、10回引き直しカード、引き直しカードを必勝すると、前回引いたガチャを無料で引き直すことができます。引き直した後、2つの結果から1つを選択することができます。引き直しカードの入手方法、コラボガチャを引き、累計ガチャカーボーナスを受け取って入手。フレンドがシェアした引き直しカードシェアパックを開けて入手。引き直しカードシェアパック、コラボガチャを引いてシェアパックを解禁。最大5個解禁可能。イベント画面でパックをフレンドにシェアすることができます。パックを開けると一定数の物資引き直しカードのランダムでゲットはわけわからん。わけわからんのじゃ。おおおー、こだわってんな、今回。いいね。今回こだわってんのいいね。うわ、かっけえ、しかも。かっけえ、車。おおおー、金木くんなのかな多分。金木くんとは書いてないね。高級版をプレビュー。何それ。顔なしかな俺。俺顔なしなのかな俺、ちょっと。確かにカグネだっけ名前。名前カグネだったっけ。なんか赤いさ、やつがさ、出てくるね。あ、これはトーカちゃんかなこれ。トーカちゃんだね、これ。トーカちゃんだと思います。シンプルに JK です。はい、ありがとうございます。なんか顔が似てないとただのシンプルな JK なんだよな。はい。で、こっちが金木くんの私服ですね。金木私服。あ、こっちは金木って書いてありますね。うわ、かっけえかっけえな、これ。これかっけえな。M27。あ、27欲しいな。27だったらなんか使う機会あるから27欲しいわ。これでもさ、コラボあるあるんだけどさ、これ27とスカーの2丁持ちしたらどっちがどっちかわかんなくなるね、多分これね。多分どっちかわかんなくなるね。しかもこれ、かっこよ。かっけえ。え、あ、これショットガンじゃないんだ。AW なんだね、これすげえ。え、しかもこれ、クゴ式なの。やば。これ、クゴ式か。AUG かと思ってさ、クゴ式らしいね、これ。なんだろうね。近接武器だって。AUG、SVD、16、05。あれですね。
この辺がおサボり枠ですね。この辺がおサボり枠の好きになっておりますと。よし。で、フェイスがいっぱい増えましたね、トキグル。いいね。金木くんマスク。こっちの方が良くない？なんか。こっちのマスクの方がかっこいいね。なんでセットでこのマスクつけなかったのかな。まあいいや。うん、このマスクかっこいいと思う。で、これは多分無課金でもらうやつね、これ。で、これが多分東京グルの重要キャラのマスクですね。よし。よし。ということで、お待たせいたしました。結構な、ちょっと申し訳ない。長くなっちゃったんですけど、申し訳ない。早速、引いていきたいと思います。ということで、早速皆さん、いきますよー。せーの。やっていこうじゃないかー。ということで、いきましょう。よっしゃ、行くぞ。行くぞ。行くぞー。やって課金してきたんで、やっていきたいと思います。ということで、今回2万円分プラスアルファですね、引いていきたいと思います。よし、ということで、安定のお得パック、全部、買っていきたいと思います。最近、お得パックさ、買うの忘れとって、普通にガチャ回しとったから、頭悪かった、マジで。これ、マジでお得だからね、本当に。本当にね、これ。だって、3200金券分が1980金券で切れるからね、これ。マジでお得だから、これ絶対買った方がいいよ、マジで、本当に。よし、ということで、残った金券、こっち引いていきたいと思います。ということで、いきます！お願いします。お願いします。今回のコラボ結構ね、みんなかけてきてると思うから、結構ね頑張って、うん、頼む。お願いします。お願いします。寝起き一発撮りのこのこのテンションで僕はこれ当てていきたい。当てていきたい。え、何これ。あ、トーカちゃんの飛行服、ありがとうございます。いや、マジ無理やりテンションぶち上げてきてるから、俺本当に頼む。待ち、よっしゃ。よし、コラボ好き、ありがとうございます。 AWM、今回からこれ使わせていただきます。光ってて相当うぜえけど、多分これ使っていきたいと思います。一バレやばい、これ最近のコラボの武器、一バレがやばい。お願いします。頼む、金幕見てくれ、頼む。お、え、お、え、お、リーゼ。え、これあれじゃないですか、金木くんをグールに、あ、ちょ、詳しくは言えないですけど、下、お姉さんじゃないですか。ありがとうございます。こういう色のタイツ履くやつでいいやつは多分いない。ありがとうございます。まだスプレーやんのかよ。よし、次お願いします。お願いします。頼む。あ、驚異の馬さん連単、ありがとうございます。お願いします。マジ金枠お願いします。くー、驚異のニコちゃん3連単、ありがとうございます。マジでもうふざけんなよ。いや、待って、ちょっと寝起きで、ちょっと頭に急に血が昇ってきて、やばいことになってる今。よし、オッケー、行きましょう。落ち着いた。行きます、ピエン、行け。頼む、リュック、まあ、かっこいいやり。まあ、こう、お前かよ。お前じゃねえんだよな。本当にもう、なんで俺毎回この形の車ばっか当たるの、マジで、本当に。呪いじゃ、これもう、もはや。もはや俺、この形の呪いかかっとんけ、マジで。なんだ、コラボ来るたびに毎回俺この形しか当たらんだけど、マジなんなん、もう、スーパーレア感のないものたくさん出しやがって、マジで何のレア感もねえわ。ということで、また僕のサムネ、セダンスキン当たりましてになると思います。ありがとうございます。サムネ詐欺ではないです、当たってるんで。あー、もうガチできつい、本当にもう。いつもこの形しか当たらんだよな、マジ本当に。おーおーおー、なんかまあマシなパラシュート。このゲームスーパーレアの意味分かってないと思うんだよね。一回かぶったらもうそれはスーパーレアではないからね。気持ち的にはノーマルだよ。うわぁ、金券不足じゃぁ。ちょっと待って。しかも、これさらに受け取れるからね、これ。はい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 。よし。これ倉庫えげつないことになってんじゃない、これ。だからこう、63回引ける、しかも。63連ですね。ちょっと引いていきたいと思います。これどっちがいいんだろうなぁ、単発と。全部仕様。いや、でも全部仕様の方が多分当たりやすいと思う。当たりやすいと思うから、今回はね、こうやって全部仕様で引いていきたいと思います。いきます。全部仕様する。いけいけ、なんかいつも尺稼ぎとか言われてるけどさ、多分全部仕様。
声に出る喜び、ありがとうございます。しかも27の方ありがとうございます。マジ神さん、本当にありがとう、ありがとう。マジここにかけてきたから今日、本当にガチでありがとうございます。本当にやばい、待ってふらついてきた今、ちょ貧血貧血、やばいやばい、危ない、ガチでありがとうございます。本当にオッケー、これでもう満足だ俺これでも満足だわ。エイドかぶって、パラシュートかぶったね。はい。これで、おぉ。あれこれまさかネタバレ、これ。1個しか当たってない感じこれ、まさか。あれこれ60何個か引いたけど、これ1個しか当たってない感じかなこれ。そうだね。荒野行動のガチャの仕様がわからん。いや、今回のコラボは頑張っちゃうよ。今回のコラボは頑張っちゃうよ。はい、ということで、泣きの1万円、課金してきました。ということで、もうね、もうピエンピエン言いながらもう課金ボタン押してきたわ。よし、もうこれぞ泣きの1万円ってな。よし、マスターもあと50連。あと50連ガチで頼む。え？てかまだ俺150回引くと確実ゲットの金色まだ出てない。え？珍しい。あ、そっか。俺今回あれか。こっちのガチャから金色出てねえんだ。これ、来たぞ。これ来たぞ。頼む。え、これ、しかも被りなしのスカーが、あれは嬉しい、これは嬉しい、ガチでマジでありがとうございます。ほんとにありがとうございます、ガチで嬉しい。よし、え、何これ、しかもパラシュート新しいのゲットした。これあれじゃん、金木くんと仲のいいロリの女の子のあれじゃない、ガチじゃないこれ、多分お母さんとお父さんの顔がねついてるじゃないですかこれ。ありがとうございます。いやー、マジこれ確実ゲットでしょ、今の多分確実ゲットだ。いやー、ちょっと頼む、車お願いします、車お願いします。お前なるかみくんいっぱい出てきるけどさ、お前なるかみくん俺さ何の動きあるか分かんないんだよね、ごめん、マジごめん、本当になるかみくん分かんねえ、頼む頼むリュウくん、リュウくん泣きの10連ディエン。いやーガチ頼む。あとラストですね、これ。これラストかな？ラストだね。ほんとに。ラスト。10連。ガチ頼む！お願いします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 ！本日100回目の馬。ありがとうございます。ガチで出なかったな。待って。めちゃめちゃ引き直しカードがもらえる。引き直しカードめっちゃもらえる。ちょ、待って。これ引き直しカード使えんじゃないこれ。何これ、10回引き直しカード。何これ？じゃ、120円課金してきまーす。120円。課金してきまーす。よし。ということで、ちょっと検証っすね。検証していこう。検証していこう。これ引き直しどういうことなのか。このイベントの引き直しちょっとどういうことなのか、検証していきたいと思います。はい。120金券の方。はい。引いていく。はい。で、あ、ここに出てくる引き直す。これ、あれだ。これで引き直せるんだ。で、これ引き直す押してみた。はい、おう、引き直した、すごい。で、あー、そういうことか、引き直し前と引き直し後が選べるんだ。すごい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 。まあ、両方外れたけどね。うん。いや、これ最悪やん、これ。10連の時に引き直しカード、これ先さ、見てる人ね、マジでこれ絶対やった方がいい。絶対やった方がいいことありましたわ。ガチャを、もう一回回すごとに、これ確認した方がいいっす。このタイムスリップ引き直しカードってやつ。これをね、受け取ってから、ガチャをどんどん引いていった方がいいと思います。もしまだ引いてない人いたらね、こちらの動画絶対ここ、しくも超重要なんで、ここ読んでください。この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ということで、ご視聴ありがとうございました。